秋の頃、高瀬川さんに来させていただきました。お邪魔と国産うなぎ専門店、
それでは感動を味わってください、はい、ありがとうございます。はい、すごくね、肉厚で、肉厚のね、じゃあいただいてみたい。うまっ。うん、めっちゃめちゃおいしい。食べたことないですね、このクオリティのうなぎを。ほんとおいしいです。もうなんかしっかり、まあ、肉厚でジューシーな感じはあるんですけど、もうあのかなりあの手間をかけて焼いていただいてる分、カリッとした食感もあってめちゃくちゃ美味しいです。うなぎの味が、うん、濃い、めちゃくちゃ美味しい。硬くないし、外カリカリなのに中がふわっとする感じで、そうですね。で表面がね結構パリパリだから、中が結構硬いんかなと思ったら、パリパリで中がもうクラスジューシー。ちょっとね、あ、本当にこんだけ焼いとんで、ふわふわ感があんまないんかと思ったら、ふわふわ感もしっかりあって、めちゃくちゃジューシーで美味しいです。これ、そのわさびをお土産につけて食べてみてください。はい、わさび、わさび。わさびがね、これもちょっといいわさび使ったんですけど、このわさびと、かば焼きって、うなぎ結構脂乗ってるんで、わさびバッチリつけても効かないですから。あ、そうなんですか。バッチリつけたら、バッチリつけてみますと、全然あのツンとは来ないですから。あの、わさびのカールを入れる人もいるんで。あ、そうなんですか。これ食べてます。わさびつけてうなぎ。はい、あ、おいしい。うなぎの、まあ、脂が結構じゃあるってことですよね。うなぎはすっごい脂も。うん。あまりとわさびの相性。初めての感覚ですね、僕。味わってもらったら、その時今度山椒使ってみてください。山椒、これがまた、うん、山椒が好きな人じゃもうたまらんと、皆さん、あの山椒はこれ高級な、それはね、こだわりの山椒をちょっとしかいただきます。少し全然違うっすね、色感が。香りが違うんでしょ。もう身の匂いがする。山椒たっぷり。香りがなんかいい香りですね。うん、頑張ってください。鼻に抜けるこのスーッとした嫌な香りじゃない、この香り、なんか上品な感じですね。うん、でしょ。あのツンと辛いってなくて、はい、これだったら香りが鼻に抜けていってくれるでしょ、うん、ですね。なんかあんまり山椒がむちゃくちゃ得意ではなかったですけど、これだったら全然ね、かけても本当美味しいです。いつもの山椒のイメージとは全く違うような味わいです。もっとわさびにの出て食べるのに感動しましたね。すごいね。食感が食べてもないですね。食べてもない、本当にね。カリッと見たら。もうちょっと焼いとんだら硬いんかなってなんか思いましたよね。それがもうなんかふわふわなんで。すごい。これが味わいの値。なかなか売ってもらえないうなぎなんで。普通の人は買えない。普通の人は買えないですね。会長さんが認めた人だけ。てくれるんで、日本でも10何店舗しかないんじゃないですか。すごいね、なんかこのことすごいですね、これ食べれたことがね、今日の一生食べれないかもしれない、今日ですね。今日どうですか。めちゃくちゃ美味しいです。なんかあの、新食感ですね、なんか。カリッとするんだったら、もっと、なんかね、もうあの、中も硬いんかなっていうのがあったんですけど。なんかもちってしてますよね。なんかね、で油もしっかりあってめちゃくちゃ美味しいです。これが持ち帰りの上うな重、浜名湖の上うな重の地焼きですね。これはもう一人前、これ一人前です。一人前でも量すごいですね、うなぎの入ってる量ね。そうですね、うち大きめのうなぎ使ってるんで。これ今さっきと違ってなんかタレはもう、これはあの持ち帰りなんで、はい、まあタレが足りるようには仕込んですけど、人によってはやっぱ濃いのが好きとか、いろいろタレがたくさんのものが好きとかあるんで、
るんで、はい、っていう意見が出たんで、まあ、タレボトルをちょっとだけ作りようにしてます。こちらが、どうやら牛の日のお持ち帰りの浜名湖の状態です。あ、確かにさっきのとは全然違うでしょ。身がやっぱりその基本的にどうしたって一緒で、うん、カリッとしとって、そうなんです、カリッとしとって食べやすいと、もちっとしてる感じですよ、なんかね、そうなんですよ、これの業界で言うんだ、これ匂いで飲めるじゃないですか、皮が、うん、これもうしっかり噛み切って美味しい、うん、なんか匂いもないしね、それがあのサイズをちっちゃくできるだけ大きく見せたいから極限まで焼かないっていう、うんうん、あ伝説の山椒だね、うん、この山椒とか売ってるんですか。これはね、あの四国から、まあ、まあ、それギャバンなんですけど、はい、四国にあの、うん、あ、ギャバンの山椒なんですか、これ。これギャバンなんです。ギャバンのこだわり山椒ってので、四国の方の、なんていうのかな、そこが日本一って言われてるんですけど、ギャバンのね、これ一瓶が3000なんですか。ないですか。で基本的に今山椒の山のダイヤモンドって山椒が言われてて、はい、山椒の値が群が上がってきてるんです。で今うちがあの取り寄せてるのは和歌山の不動山椒の取り寄せたんですけど、これが大体1キロで10万円くらいです。だってあのよく S&B のなんかちっちゃいやつじゃないですか、はいはい、あれ山椒スーパーでパッとあったらあれとは全然レシート見たらあれでも450円とかします。あ、高いね。あれとは物が全然違いますね。うん、おいしい。プニプニしてないですね。うん、それがなんかいいですね。だから、やすやさプニプニして皮がピローンになってる。だってなんか切れづらかったりね。変に身が柔らかくて皮がゴムみたいになってるって感じですけど、もう皮がパリッとしてるんで、皮が美味しい。ほんまなんか安いうなぎだったら皮ちゃん残そうかなって思うんですけど、カリがパリッとしてて食べやすいし。食べやすい。本当に油を。ね、あの本当あの感じ食べにくいですよね。なんかそういうのが全くなく、そう焼き方にこだわってるとかね、ございますね。あとあれ子供なぎをね、僕らがバーベキューで庭で焼いてもこの味で食べられると思う。そうですね、絶対もう、ね、焼き方もある。食べられたのがこれですね。お仕上げになってるんですけど、1500円商品ですね。に、セットをつけたので濃いっすね。殿、お味はいかがでしたか。とても美味でした。とてもなんかあの、まあ、焼き方にこだわっときて、あの、まあ、表面床があのすごいあのパリッとしてたんで、中までそのあの硬いんかなと思ったら、あの、まあ、外はパリッ、中がジューシーな感じで、とても美味しいうなぎ。はい、と今日ね、岡山県赤岩市にある坂瀬川さん、来てきました、はい、うなぎ食べましたね。はい、はい、美味しかったですね。え、今日え格好はなんか入れ替わったっすね。ってことで、はい、スピチューブまっちゃん卒業ということで、はい、次週から、はい、首です。首ですか。まっちゃん首です、はい、入れ替わりで、ありがとうございます。これからちょっとね、もう YouTube 出てる暇があったら味噌汁に力を入れるということで、はい、お店の味噌汁ちょっと手作りしてます、ね、はい、ということで次週から僕頑張ります。よろしくお願いします。バイバイ。